までとかね、なっちゃう。500万あっても子供育てるの大変みたいな。へえ。100で1人。うん。その両親合わせてね。ああ。いや共働きで。共働きで500万あってもダメなの。うん。そうなんだ。なんか東京近郊ぐらいになると本当にそんな計算になる。住む場所によっても違うんだ。うん、そうみたい。市とかあるか、田舎とかだったら。ああ、でもやっぱりそう、最低でもやっぱりどこでもそれぐらいないと。あ、福田さんごめん、後悔。大丈夫。はい、ちょっとこれ2種類味があってこの、うん、すげえ、エゴマ味とゴマこのササササササだ、うん、ササっていうかこう、なんていうのかえこれなんていうのヨモギ。あ、ヨモギ、うん、ヨモギ。今日のやつはこれです。はい、撮ってるの知ってた？あ、知らなかった。ヤシ君、君黙ったからバレたって。やばい、友達の席だな。いやいやいや、大丈夫、そこは撮ってる。いただきます。わからないけど、昔のあの、なんつうの、例えばゲゲの女房とか見てると、あのお見合いで初めて会ってもう結婚みたいな時代って考えてたらすごいですね。強引すぎるだろうって。好みとか関係ないと思う、結婚って、うん、あら、これ3冊ぐらい渡されてね。お見合い写真みたいな。あれば回覧板回すみたいにしてこう情報をこうみんなで愛したでしょ、共有したんですよ。あそこのところの娘さんとか、あそこの息子さんを、うん、なんか商店街の電気屋のなのなんとかさんの息子さんが、まあ、そういう町内のそういう力っていうのもね、うん、昔は強かっただろうし、うん、今本当な各家族とかああいうのもそうだけど、それぞれになっちゃったから。だって俺たちの親の世代は本当お見合いなんて普通にあったもん。ねえ、それが普通ですもんね。今も形を変えて、まあそういうアプリとかサイトとか会社とかもあるけど、くっつけさ、このエゴマ超うまいね。ね、なんか、うん、新しい味だよね、うん、エゴマなんだってこれ。うん、美味しい。から香りがクリームみたい。このお餅も余計なお砂糖とかって入ってないんだって。市販のお餅とは違って。なんかお餅の感じが美味しい。なんかすごい気持ちいいじゃない。硬、うん、さがちょうどいいっす。この解凍した感じのさ、うん、ひんやり感がめっちゃいいんだけど。うん、ほら。あー、癒されるわ。世界の人口って130億までマックス増えて、そこから減るんだって。130億もいいんだ。今が
70、80だっけ、80ぐらい、あと50、あと50億人増える。すごくない？それでも食料足んなくないんじゃないですか。ね、本当食中時代が来るの。で、なんかね、友達のね、外国の友達がこの前帰ってきて、行って帰ってきたの、来たら、なんかすげえ名前のハンバーガー、エターナルバーガーから、なんだっけな、インポッシブルバーガー、インポッシブル、ミッションインポッシブルのインポッシブルですよ、のインポッシブル不可能バーガーっていう名前のバーガーがあって、それがね、大豆でできた肉なんだって、で、なんだろう、それ聞いたことはない、美味しいんですよ、混ざってんだって、血がちょっと混ざってんだって、だから肉、本当に肉みたいに、マジ肉より肉の味がする、再生する、できたらしい、異常にうまい。写真見てもらったら、普通にハンバーガーあるの。うまいだったらいいな。うまかったって言ってた。まだ値段高いのかね。ね、どうなんだろうね。ひらしくん、親指が勝手に震えてない？震えてる？病気だ。僕がね、言う前まではね、パパ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 パ、ほんとにこれ無理すね。じゃあ言われて意識して止まっちゃったのかな。たまにあるよね。ある？たまになんか今震えてる、若干プルってる、ね、これなんないのかね。大丈夫、俺このいい薬、やめよ、なんじゃろ、カバの中に、いや、なるだろ、薬だらけになってあの血圧を抑える薬ってだいたいこうみんな50ぐらい過ぎたら飲んでな、高圧剤、血圧が高くならないように、もう言うね、そうやって言ってる、お酒飲みの人とかそういう人多いっていうね。ああいう薬はジェネリックでいいって言いますよね、もう昔からある、そんなに変わってないから、こんなの。ジェネリックじゃない方がいい薬もいっぱいあるのか。なんかね、新しくこうできていくようなものは、ジェネリックじゃなくて、なんかちゃんとした新しいやつを買った方がいいらしくて、ジェネリックって古いってこと？古いっていうか、もうなんていうか定番っていうか、例えば胃薬とか、もう決まってるやつ、なんか特許が切れたから、どこでも作っていいよみたいな、あって、だから安いんですよ。それがジェネリックなの、で一応薬屋さんでね、薬もらうときにジェネリックでいいですかみたいなこと聞かれるじゃないですか。初めて知った。だから何個か決まってるんですよ、定番的なやつ、普遍的な薬、そういうものはもうジェネリックでいいです。よくあるやつ、もうとにかく誰でも作れるっていう。そう、でもなんかこう開発されてて、よりいいものっていうのはの薬ももちろんあって、そういうのはジェネリックじゃない方がいいっていうかね。へえ、その要は本当にこう、そこでしか作れてないような、まだできたばっかみたいな、開発されたばっかみたいな、うちは模倣してもいいけど、うちが結構すごいですよみたいな。多分模倣しちゃダメなんじゃないですか。あ、ってことは模倣したばっかり、この製薬会社が作ってなるんですよね。糖尿病薬とか多分そうじゃないですかね。糖尿病もいいのが出てるんじゃないかな。すごい種類出てる。まあお医者さんが大体教えてくるでしょ。あなたはジェネリックでも、この薬だったら、そうそうそう、ね、多分言われると思う。定期的に飲むやつ1種類ある。
ないかな。いいね。福田さんもない。これは、まあ、たまにカッコン糖を、うん、なんかちょっと風邪ひきそうな雰囲気があった時はカッコン糖飲んで、でも漢方だからな、常備薬って感じだね。そうですね、あれもコストコで買って安くて。コストコなんでも売ってるよね、うん、薬も結構安いんですよ、この漢方、まあ、薬って言っても、うん、漢方です。いなく自治臭い話だよね。いいと思う。じゃあ、いや、あんまり若い話しましょうか。あんまりしないでいいです。なんもない。ゲームの話がいいね。もういいよ、無理しなくて。福田さんが買った本の話を。あ、そうなんですよ。あ、ついに見つけたんですよ。え、それ大丈夫、見られて。あ、俺はちょっと放送的にそういうなんか違う、そういったことないけど、あ、あのね、ワイフが家の、あ、そこは全然気にしてなかったな。まあいいか、いいか。まあ、初めにも見せてくれ。でもね、ダメだこれ。まだ決まってないわ。判断だなこれ。判断が、判断が決まってなかったわ。みんななんすごい気になるんじゃないですか。場所がやっとね見つけたんだと思う。あ、しぶしぶだしてるね。うわーい。50万部突破。出した。今はもう鬼滅の刃とこれでしょう。部数で言ったら単価高いもんね。これは単価高いですから。コミックスいったら150万部っていうようなもんです。そういうことだろう。いやー、なかなかね。あ、すごい近くで、めっちゃ近くで、いい絵だなありがとうございます。もう品種買うわ。買わないでしょう。こう、これアナウンサー、もともとアナウンサーでね。へー、だからアナウンサーってそういうことをするとスペシャルな感じするね。過去にいたんですけどね、日テレかなんかのアナウンサーでやっぱりそういう方向に、あ、こういう方向に行って写真集出したけど、まあちょっと話題になったけどここまでは売れなかったな、お茶の間の人気者な。ね、その人はね、この人、あ、この人はそうですね、なんか最初は嫌われてたんですよ、そのあざとい感じ、あざとかわいい感じ、そうそうそう。男はいいんだけど、なんか女性から嫌われてたんだよね。だけど、なんか最近ちょっとやり方を変えたらしくて、そしたらなんか女性陣からも支持されるようになったらしくて、で、こんなに売れる写真集も売れてるらしい、うんうんうん、おじさんたちの、おじさんとかはね、そのほら、あざといのが別にウェルカムな感じもあるから、だから最近だと吉岡里帆とかもあざといって言われ、あ、女性人気はないらしいんですみたいだね、うん、だからドラマとかちょっと、ね、そう、視聴率が良くないらしいんですけど、うん、そういうのがやっぱあるんですね。あざとさか。漫画もだからそういうのがちょっとでも見えちゃうとダメなんでしょ。知らんけど。難しい方向に振りました。漫画もやっぱりそういう支持されるものっていうのはあんまし狙わない方がいいって言うじゃないですか。ああ、ね、狙ったっていうのが見えちゃった瞬間もうバーって離れちゃう。うん、なんかね、女の子は特に、そうそうそう、それです、うん、それです。例えばなんか本当にこうなんつうの、少年漫画をただ描いててくれればいいんだよ、そうそうそう、いいのに、ホモホモしいの描いてくれ、そうそうそう、そっちの方に寄せちゃうと、そう、勝手にこっちがやるのに、うん、それをなんかこう押し付けられたみたいな、そう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 、余計なことしないでみたいな。それを間違えてね、うん、しまうと、うん、公式が最大手って言われるとそれはそれで褒め言葉なんだけど、うん、なんで余計なことするのみたいな感じになっちゃうと、うん、え、だから好きでやってる、あの好きでこう想像してるってところを邪魔しちゃダメってことなんですよね、うん、ライバル関係をいきなり解消したりとかすると怒るらしい。あ、うん、難しい、ある意味難
しい。なんでってなる。そう、怖いな。かつてだから、まあそういうのを考えずに、だからもうやっていくしかないですよね。まあ気にしないことですね。気にしない、そうそう、気にしないことですよ、ね、気にしちゃうと見破られちゃう。なんかあれで、うん、なんか質問が来てたな。やっぱ質問、漫画家を、うん、になるのを諦めるタイミングみたいな、はい、どうしたらいいですかって。ドヨーンとするやつ。ドヨーンとするやつですよ。確かにな、うん、まあそんなのいつだって諦めたくなるとき、この業界にいるのをやめるってことで。そうですね。俺たち別にこれ以外やれないから、ね、まあまあ、そういうことですよ。そうですよ。若い方がいいですか。ああ、まあそれはそうですけどね。若いに越したことはない。越したことはないけど、でも太田さんっていつだっけ、アシスタント始めた。アシスタント始めたの遅かったですよ。25、6だと思います。普通やっぱ21、2から始めるのが普通っていうか。俺たちはそうだったよね、うん、玉火薬はね、うん、早かったもんね。絶対そういうのがやっぱ時間的なあれもあるし、うん、有利ですよね、うん、で、ほぼ全員漫画業界にいるもんね。ああ、残ってますもんね、うん、だから別に辞める必要もないっていうか、うん、なったとしてもまた大変ですもんね、うん、常に第一線で連載をずっと続けられるかって言ったらそうじゃないからね、みんながみんな、うん、でそれ考えるとまた辛いですけど。じゃあでもほら、アシスタントができれば続けられるじゃないですか。まあ、そうですね、うん、なんかテクニックがつくから、うん、テクニックさえついちゃえばやめるやめないっていうか、自分の意思次第っていうか。まあそうですね、お金入るからこれでやっとこう、うん、そうですね。まあ、他のなんかやりたいことがまたあるんだったらそれでやってもいいっていうのもあるし、うん、もうアシスタントちゃんってやってらねえよ、仮想通貨だよ仮想通貨とかなっちゃったら、うん、なったで、まあ毎日トレードの日、まあ、それもそれで危ない気がする。危ないよね。でもそれが上手だったらそれやった方がいい。確かに才能があればね、うん、売りやで買いやで。その才能があるったら本当そっちの方がいいよな、うん、だお金を稼ぎたいのか、漫画をずっと書いてたいのか、やりたい、物語を生み出していきたいのかとか、うん、そう、関わっていたい、業界にね、そう、作る主じゃなくて、だったら絵を描いていたい、うん、どうせ仕事を、他にいないし、ね、そのお金をもらえるんだったら、うん、そうそう、絵を描くことに対して嫌いじゃないから。だから漫画と向き合うときにいい漫画が描けるかどうかとか、うん、方法とかいろいろあるじゃないですか。でも、うん、その続けるかどうかってね、うん、一番大きなさ、うん、問題とか結構差し掛かる。俺だってつい5、6年前引退しようと思ってたわ、本当に、ね、でその時多分平石くんの年収の5倍ぐらいあったと思う。本当に俺100万以下だったから。やばい、値段が分かるようなこと。だから本当テクがあって、うん、ちゃんと人に雇われる力があるって、うん、はっきり言って下手したら、うん、その障害年収とか言ったら普通に漫画家目指して頑張る人よりかある可能性が高い。めっちゃ、ね、当たらない限りは、うん、もしかしたらそうなっちゃう。そうかもな。でたまに自分が好きな漫画描けたら描いてさ、同人誌なりなんか。そっちの方が幸せな可能性もあるよ。ね、それも確かにあるな。だからやっぱそうだよな、自分がどう思ってるかによってその漫画家に続けるか、うん、業界にいるかいないかとか、うん、という感じでございます。おじさんたちおじさんたちの会、人との答えはでもないですね、うん、ないね、うん、人それぞれの立場とか、うん、人が決めらんないですよ。そう自分で決めるしかない。結構そういう質問来るんですよ、うん、でも私もそんなあのうまくいってる人じゃないんで、ちゃんと
テク持って続けられる人って少ないから、まあね、2人なんてほとんどもうプロ足みたいなもんじゃん。まあそうですね、ね、たまに声他のところのところから声がかかるっていうのはね、ありがたいですけど、久田さんなんてジャンプ作品何作品やこの人なんてナルトの作品ずーっとかかってるからそうですね、金貸してくれよって正直思ったことあって、ああ前はね、場所によってはいいよ、だからでもとりあえずアシスタントできる技術をあった方がいいよね、まあ、あの個性的な作家さんだと、うん、アシスタントになれないかもしれない、なれない可能性だから、その辺を器用にこう使い分けて描ける人であればいいけど、ですよね、うん、今ジャンプで連載してる人も意外とアシスタントずっとやってたりする人いるもんね。ああそうですね、やってた人とかが作家になってるもんね、うん、ある程度できてた方がいいっていう。そうですね、本当に一概にね、連載した方がいいかどうかもまた分かんない、もうあれになっちゃってるよね、ターンっていうかね、うん、違いない、そうだよね、まあ本当本人が苦しい、うん、苦しんであるならば、うん、やめてしまうのってかもしれないしな、いるよね苦しんでる人がね、うんうん、でも本当いつな急に脚光浴びて売れるかもわからないって思いますね、わかんないわかんない、うん、そういう人も何人も見てきたし、あの人かと、あの人か今すごいよねって、うん、最近もあるし、逆もあるよね、逆もあるよね、あ逆もかったのに、あそうそう今どうしちゃってんだろうみたいなね、うん、いやだからそれはもうほんといろいろありすぎて答え一つはないな、ないね、うん、分からない、森の祠会議からお送りします今日は少しどんどんとした真剣な感じで、はい、ちょっと質問に答えたらもうとんでもなく自分たちのブーメランが痛い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 、いろんなことを思い起こし、もうだって思い浮かべ多すぎるもんね、いろんな人を思い浮かべたり、これ話し始めたらすごいたくさんエピソードありすぎてね、そうそう、あの人はうわぁうわぁやめようさよならまた話します